今日から月1回、うん、ラージボールの動画を出します。おー、とりあえず今年いっぱいあと9回何かこういうのやってほしいっていうのがあればぜひですね、コメント欄に書いていただければと思いますのでよろしくお願いします。今日は第1回でフォアハンドを、はい、やっていきたいと思いますので、はい、何かフォアハンドを打つときに基本打法を気をつけてること何かあるんですか？公式だと結構最近このぐらいの打点で打ってて、速い打点で打ってて、はい、これだとラージだとミスしやすいのと、はい、打たれたときに多分反応できなくなっちゃうので、もうちょっと待ってから打つように。あ、公式よりかはちょっと、はい、打点はちょっと引きつけたりして打ってます。でラケット角度も公式の方が結構もっと寝かせて、面を寝かせて多分このぐらいで打ってるんですけど、これだとネットしちゃうのはやっぱり、まあ、2センチ高いからというのがあると思うんですけど、まあ、そのラケット面、あと最近気をつけてるのは、20代の前半の時はめちゃくちゃ打ちまくってた記憶があるんですよ。全力で、常に全力で、だいたい若い時あるわけですね。はい、で今だと、まあ、やっぱり体力的なことを考えて、強く打ちすぎないこともちょっと計算して、後半バテないように、気をつけてます。じゃあもうバランスよく力の調整とかね、もう無理打ちをしすぎないように。もういい年だから。そうそうそう。もうすぐ40代なんで、結構それすごい大事っすよね。そう、でも昔はそういうふうに体力温存しろって言われてたのはよく分かってなかったけど、この年になるとだんだん分かってきた気がする。なるほど。でそのフォアハンドの応用で、まあ、試合でよく使うのが流し打ちなんですけど、普通にこう打っただけじゃもう取られてしまうんで、流し打ち、よくやるやつです。そう、流し。でどういう時に使うかっていうと、結構フォアに振られてフォアに持っていくかと思いきやストレートに持っていく、こう、まあ、例えば引き上げみたいな感じでもいいんですけど、とりあえずこういう打ち面ちょっとなった時にそこからこうやって流し打ち、こういう感じで流し打ちです。いきます。コツは、ボールの内側を、真ん中から内側を捉えるようなイメージで打ってあげる、普通に打つと後ろから前にこう当たるような感じで打つんですけど、流し打ちの場合はちょっとこうシュート回転をかけるようなイメージで、ただあんまりシュート回転かけすぎるとボール飛んでいかなくなっちゃうので、ちょっとやっぱり叩くのも入れながらやる。ちょっとじゃあ悪い例で、はい、シュート回転かけすぎるとこうなってしまうので、そうすると球足遅くなってしまうの で、そうすると不利になってしまうので、ある程度叩きながらシュートさせていきます、こういう感じで、はい、これもよくやるパターンで、バックバックからこっからこういうふうにシュートさせて打って、それを、返ってきたボールを次、フォアミドルとかフォアに持ってって、有利な展開に持っていきます、こういう感じで、こういう感じでやっていきます。はい、ということで、フォアハンドは以上になります、次回はバックハンドをですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。